ルセラフィムのファンが作ったメンバーたちのビール広告ポスターが話題を集めています。最近各種オンラインコミュニティ SNS にルセラフィムのビール広告イメージが投稿され注目を集めました。画像は YouTube チャンネルリセラフィルムコミュニティに投稿されたファンが作成した合成写真だと伝えられています。各写真にはメンバーたちそれぞれのイメージに合うコメントが構成され笑いを誘いました。リーダーのキムチェウォンはリーダーのプレッシャーを晴らす一杯、桜は恐れる挑戦後達成感にいっぱいと書かれています。またホユンジンのポスターには大変な振り付け後私のための一杯、カズハのポスターには苦しいトーシューズは脱いで投げて涼しくとファンならわかる彼女たちの特徴をもじって書かれており笑いを誘いました。特にグループの末っ子で未成年のホウンチェはビールのイメージを合成されたお姉さんたちとは異なり子供用の飲み物が合成されみんなを爆笑させました。ウンチェのポスターには漫画のポンポンポロロの名セリフ遊ぶのが一番好きというコメントが書かれておりファンたちは笑って吐きそう、ウンチェだけポロロっていうのが一番笑う、本当にこのような様式で広告を作ってほしい、本物か偽物か区別できなかった、本当によく作ってあると笑いを誘いました。一方ルセラフィムの正規一周アルバムアンフォーギブは初動売上2位と3位をそれぞれ記録しており集計期間を残した状態でエスパのミニ2周ガールズアイブの正規一周アイブアイブの記録を抜き第4世代ガールズグループのうち最高成績を打ち出しています。また YouTube の再生回数は5日の時点で3000万回を突破しており、アルバム音源 YouTube など全方面で爆発的な人気を博し全世界の音楽ファンの関心を集中させています。今後も彼女たちの歩みに目が離せません。